カだピカジョー、皆さんこんばんは、宮本和真です。こんばんは、入木まりです。はい、まあ、こんばんは、ピカコです。ピカコ、どうしたの、どうしたの。遅れてきます。遅れてくる。あー、なんかね、忙しいらしいですよ。あら、世界を飛び回ってるらしいですよ。まあそうですよね。だって時給、なんだって、時給2万5000のメイキャップアジスですよ。現在移動中、後ほど合流するメイキャップアーティストピカコこと本田光。巨人軍の左のエースとして活躍した宮本和知、そして鹿児島県出身、新体操インターハイ出場経験ありの入木まり、この3人でお送りします。ソフトバンクホークスの本拠地でございますよ、福岡ヤフオクの。ちょっと待ってよ、はい、もうソフトバンクの選手もうもうみんなピカなんだよ。だいぶピカなんです。プロ野球選手どこ見るか、お尻だからね、はい、まずお尻見て、まずお尻見て、お尻のプリンとしたのが1億円プレイヤー、2億円プレイヤーになるわけだから。なるほど。ピカ団ピカ女とは、外見の美しさと内面の輝きを兼ね備えた男女を美男美女のさらに上を行くという意味で、番組ではピカ団ピカ女と呼んでいます。そんな福岡のピカ団ピカ女を発掘する番組です。ピカ団ピカ女、ピカ団ピカ女はファッションやオーラなど外見の美しさと、美意識や夢、教養など内面の美しさを併せ持った人を言います。早速ピカ団ピカ女探し。ちょっと球場内やっぱり涼しいね。いや涼しいですね。涼しいね。いいですね、やっぱ九州暖かい。ちょっとあっ、もう球場のお花といえばビールのお利口さんですね。かわいい。こんにちは。どうも、はじめまして。どうも、はじめまして。うわ、重いでしょ、重いでしょ。そうなんです、重いです。これ結構どのぐらいあるんですか。これだいたい満帆入ってて15キロぐらいありますね。15キロ。宮本さん、ね、宮本さん見てください、年間総売上2010年1位、2015年2位って、もう売れっ子さんじゃないですか。いや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 、幸吉さん1日に最高223杯売ったことがあるそうですよ。さらにこれもみゆきちってなってるんで。え、なに、こんなカードもあるの。はい、ね、かわいい。え、ちょっとちなみに昨年の1位ってどの子。昨年の1位はもうまゆこさんです。あ、この子、はい、まゆこさん、綺麗な子ですね。貼らさせていただいていいですか。 ありがとうございます。いやでも俺には貼っちゃいけないのかな。あ、いや、貼ってもいただいても。ああ、いいの、いいの、ほんといっちゃうよ。え、嘘。はい、おお、嬉しい。今年の1位取れるといいですね。ピカ女決定。あ、どうも、はじめまして。ちょっといいですか。はじめまして、こんにちは。やっぱりお客さんは女性の多いですか。そうですね、女性の方に手を挙げていただくことが多いですね。あ、やっぱりそうだ。声とかかけられるでしょ。そうです、あのよくあのアンジャッシュの渡部さんに似てる。似てる似てる似てる。一言ちょっとみんなの前で3219行きましょう。はい、三塁側からバックネット裏までいつも笑顔で打ってるので、よかったら声かけてください。よろしくお願いします。いや、今日はやっぱりちょっとね、私もジャケット着てきましたからね。いや、そうなんですよね。入り子、はい、一礼して入るんだぞ。はい、よし、よろしくします。失礼します。ホークスの選手が練習中のグラウンド内へ。そしてインタビューのターゲットは背番号5番、うそ、マッチ松田選手。さすが宮本さん。おはようございます。どうも、よろしくお願いします。よろしく、すいません、お忙しいところ、はい、もうぜひこの松田選手、はい、もうピカなんですから。あ、ありがとうございます、はい、どうなんですか、その今、はい、この自分の中で、はい、例えば美というものに対して、はい、どういった気持ちを持たれてます。僕顔洗うときは洗顔とか使ったことないです。え、お水で、ま、お水で終わり、はい、この33年間、そこだけは、はい、あんまり石鹸とかいいか悪いか分からないですけど、はい、お風呂はどんな入り方するんですか。例えば、はい、ゆっくり浸かるとか。はい、ゆっくり浸かります。ゆっくり浸かりますか、はいはい、日本人なんで。あ、はい、ホームの時はやっぱり1日 4,5 回お風呂入りますね。まずドームに来て1回でしょ、はい、ドームに来て1回、来て1回、はいはいはい、
アーリーワーク終わって1回で練習終わって1回でゲーム終わって1回で、まあ確実に4回は入りますね。4回で時間があったらもう1回、まあ家とかでね、はい、食事に関しては何、はい、かこう気をつけてることってあります？でも好き嫌いなく食べる。ちなみにどういったものが好きなんですか？焼肉、はい、寿司、はい、もつ鍋もつ鍋、はい、食べログが何点あるか、食べログは食べログは何点あればいいですか？まあ、まずは3欲しいですね。3.5 とかだと、お、ここはすごいんじゃないかというね。いやでも本当に今ね、日本一こうね注目されてるこの球団ですから、はい、この強さっていうのはどこにあるんですか？やっぱみんなやっぱり去年も一昨年も勝ったっていう自信があるっていうか、やっぱり勝ちたいっていうね、うん、思いがやっぱピッチャーも野手もあるんで、やっぱ練習もしますし、やっぱり試合に負けたくないっていう思いはどこの球団よりも持ってると思います。福岡の皆さんに一言、はい、3219お願いします。はい、福岡の皆さん、今年も熱っ、応援よろしくお願いします。さらに試合前に快音を響かせていた福岡出身の吉村選手。さあ吉野選手、なんかこう体に気をつけられてる、ね、気を使ってる部分とかで何かあります？やっぱね、毎日試合に出たいんですけど試合に出れないんで、まあ、体調だけはねしっかり、うん、特に気使ってますけどね、ちょっと僕野球選手のお尻ちょっとですね、ちょっとお尻フェチなんですよ、すいません。ちょっといいですか？このお尻ここに触ってこない？そうなんですか？すいません失礼します。失礼します。いやこれですよ。はい、すごい。もうプロ何年目になります？もうおかげさまで14年目、はい、やっぱりこう長くやる元気を続ける秘訣って何かありますか？また来年ね、野球やらせてもらうことができるかなっていうので、もう一日一日一生懸命やってます。どうですか福岡のこのいいところっていうか？ご飯も美味しいですし。何が好きですか？ご飯何が好きですか？いや今そうですね、焼き鳥も美味しいですし。焼き鳥、はい、意外にね、意外なところ多分激戦区だと思いますね。焼き鳥ですか？はい、そうなんですか？福岡の人間って基本的に豚バラ、うん、バラから始まる。バラから始まりますか。でこれリレーいきましょう。先発豚バラ、はい、中継ぎささみも入れてこないです。ささみいきます。タンパク質取りましょう。ささみやっぱり筋肉にいいですよね。そうですね。それから軟骨もやっぱりコラーゲンが入ってるんでね。軟骨コラーゲン結構美肉美意識高いですね。そうですね、その辺の意識は高いと思います。やっぱりこう長く現役時代続けられてる、これ証ですよ。新しい番組始まりました。そうなんです。これまた使ってください。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあエリちゃん、はい、ちょっと結構いますね。いますね。ヤフオクドームの周り結構あれも、もうなんかこう足早にこう早くねドーム試合見なきゃっていう感じだよね、はい、みんなね。ちょっとここで若い人も結構多いですね。多いね、多いね。おまた。うわあ！びっくりしたな。おまた。おまたじゃないよ。じゃあ来てください。いや、びっくりした。というわけでですね。はい、今日何もう始まってるんでしょ？もう始まってますよ。ねえねえねえ、ちょっとちょっと。ほら、あらキャーだって。キャーだって。キャーだって。今さ、我々のピカダンピカゾっていう、あの見たことあります。この前見ました。え、本当ですか？嬉しい。いい子だね、いい子だ。すっぴんでしょ？ユウも？ほとんどしてません。ちょっとやってみる？5分ぐらい。急いでる？いや、別に。やりたいらしい。ピカコのメイクポイント。看護学校に通っていて、ほとんどメイクをしたことがないという彼女をピカコさんが変身させます。リップだな、うん、やっぱりすっぴんじゃん。でもリップを整えるだけですっぴんのくすんだ肌が香ばしく見えるやつ。あららららら、そういうテク。香ばしいんだ、はい、これクリームオレンジね、はい、この春さオレンジとかピンクとかいいのよ、うんうんうん、知ってた？結構オレンジですよこれ。普段お友達はあれですか、はい、メイクとかあんまりやらないタイプ？あ、そうですね、いつもこんな感じ、はい、そうです。ここからトップコートでございます。それは透明のやつ？そう、これで色をなじませ、しかも餅を飛躍的に良くしていくの。あ、いいね、いいですよ。いいじゃあいきますか、うん、ビビデバビデブでいきますからね。見ました、うん、あれビビデバビデブー、全然違う。これこれぐらいさ、リップだけでもやるだけでだいぶいいよね。顔色やっぱ良くなりますね。そう、リップだけで全体的に明るくなりました。
同じく看護学校に通うお友達もほとんどメイクをしないんだとか。あ、ちょっと あれあれ注意報が。これはね、あのスックっていうブランドの5000円のリップバームなの。でもこれスーパーいいの。もうバッチリ塗っただけで、あれを整えておく。これはね、ベージュブラウンなの。ベージュブラウン。ベーブラですよ。ベーブラ。ビルのあれがなくなったね、これ。うん、でしょ。ツヤツヤ。いくよ。はい。ビビでバビでブー。うわー、ちょっと違う。そうなんだ。ベージュブラウンのリップがよく似合ってますよ。やっぱり彼女のこの頬の赤み、この赤みのトーンに仲のいいベージュブラウンを使ったの。そうだ、これだけでなんかさ、薄いパウダーリングを、要はお肌のトーンが 一段明るく見えてるということね。そう、リップだけでもこれだけできるんだから、はい、ね。2人ともピカジョ決定。素敵な看護師になって、お休みの日は少しだけメイクしてみてね。さあ、うん、野球場といえばやっぱりユニフォームですよ。そうですね。ね、やっぱり格好から入んなきゃ、うん、うちのピカダンピカ城はね。これなんと今年2016年の鷹の祭典で使われるユニフォーム、これまだ出てないですよ。そう、これ皆さんこれ見てないでしょ、これユニフォーム。今日着てる人見てないでしょ。見てないです、見てないです。これちょっと、はい、今日はですね、実は中継なんですよ、野球中継。なるほど。やってるんで、うん、私たちこのユニフォームを着て、うん、出ます。出るの今から。生放送に出ます。俺ジャイアンツ以外のプロに着たことないんだけどさ、確かに初めてなんだよ。見たことない姿になってます、これはジャイアンツ関係者に見られないことを祈ってる。これ被るの私。よいしょ。こういう感じ、これどうみたいな。宇宙から来ました。いやもうなんか、うん、あれだな、球場場違いだね。でもさ、変わった人がいていいの、よくない。なんと3人で野球中継に出演。宮本さんはもちろんお手の物ですが、ピカ子さんとイリキさんは緊張した様子。大丈夫？初球打ち、左中間です。センターが掴んで、これからどうあの配球を組み立てるかですよね、うん。さあ今日なんですけれども、素敵なゲストがこのヤフオクドームに来ています。ピカダンピカジョ TNC の新番組なんですが、出演している宮本さん、そしてピカ子さん、イリキさん、はい、どうもおはー、こんばんは、こんばんは。九州球場の、ね、雰囲気などはいかがですか。盛り上がってますよね。やばい、もう試合が始まったと同時にもうお客さんいっぱいになってね、まあ、何がすごいかというと、やっぱりこの池田さんと野村君の解説が最高ですよ。おということですけども、最高ですよ、こっちに座りたいんじゃないの。いや、遠慮しておきます。ジャイアンツ以外のユニフォームさんの僕初めてなんで、ちょっとドキドキしてるんですよ。なかなか似合ってますよ。ありがとうございます。宮本さん、ピカ子さん、そして力さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、いやすごかった。ピカ子どうでした。いや、そもそもね、私球場自体が生まれて初めてで、そう、あんな近くで何こう球の音が聞こえてきそうな感じでさ、ちょっと圧倒されてうまく喋れなかった。10分ピカジョ変身ショー。10分ピカジョ変身ショーは、福岡の街行く女性を10分の間にピカ子さんのメイクで変身させる斬新な企画です。そして今回もヘアメイクさんにご協力いただきました、サロンデザートの人気スタイリスト、エグマリサさん。今週の変身ターゲットは、変身していただくのはこちらのお二人です。どうぞ。いやー、また素敵な方でね。あら、まあ、これお二人はどういうご関係なの。あ、会社の先輩と、うん、ピカ子さんにどちらかお一人を選んでいただき、うん、そのお一人を変身させてしまおうと今日は。これこの選ばなかった人から後で刺されるっていう。大丈夫、刺されはしないし、大丈夫。いいの、選んじゃうよ。はい。でも問題ありはこっちだよ。問題あり。がっつり化粧するとちょっとバブルっぽくなって昭和っぽくなって、うん、薄くしちゃうと会社で具合悪いのって聞かれる。そうだよね、これね、至近距離で見るとね、絵も言われぬ浮き感っていうのがございます。厳しい。
リサ的にどうするのこれ。どうしましょう。まあでもなんかこうすっきりまとめたいかなって思います。あ、そう。ちょっとさ、乾く時間も必要なのよね。ミストしたいんだけど 3,4 分かかるの。リサが部屋やってる間にミストしちゃって。どう、5分5分ぐらいで大丈夫です。あのバランス取る。はい、OK、 じゃあこの 50-50 でね、やりましょう。ではゆめこさんの10分ピカジョ変身ショースタート。お願いします。さあ、じゃあミストだけかけてきましょうね。よいしょ。はい、ゆみこさん、普段どのぐらいメイクに時間かけたりしますか？会場に行くときとか。3分。マジで？でも3分ってなんか女として終わってない？大丈夫？いや、最近牛乳石鹸1本で全身洗っちゃうんでダメかなって思ってます。これ使ってた、これ使ってた、なんだろう、これ使ってた。髪の毛にくぐらせて使う謎の道具、詳細は後ほど。に詰められてどれぐらい経たれたんですか？30年ちょっと待ってくださいよ。ちなみにすいません、おいくつですか？50になりました。 50? 後輩はおいくつですか？いくつかな、16下なので多分34か5だったと思います。彼女も、そんな30代ですか？残り5分です。はい、なんか今誰チンって鳴らしたの？もっと違うチンにしない？ではここからピカコさんが。よう、うん、でアイライン初心者はこれね、今日ね、これトム・フォードっていうね、アメリカのブランドなんだけど、細いのと、あ、短いのと片方が毛が長いのね。あら、ほんとだ。そうそう、で細かいことやるときは短い方で、で大きくいきたいときはこっちでダッと一気にやっちゃうの。プロのトーンってさ、いろいろあるから、どうせなら漆黒を求めて旅した結果行き着いた一本でございます。私の大好きなこれにしよう。これは何色ですか？これはね、小豆色とピンクの中間ぐらいなの。やっぱり35歳でしか出せないセクシーさみたいな、うん、はい、大人の色系。そう、よし、残り1分10秒です。はいよ、なんか全然余裕なんですけどで、ちょっとトップコートしましょう。プルプル、ツヤツヤ。 OK、 残り10秒。あ、でも終わっちゃった。待っちゃったわ。嘘、うん、あれ、あれ、全然余裕。4、3、2、1、終了。ではでは早速変身した由美子さんに登場していただきましょう。由美子さん、どうぞ。あ、すごい綺麗。10分経ちました。すごい変身でした ね。まあ大したことやってないんだけどねではでは早速変身した由美子さんに登場していただきましょう。由美子さん、どうぞ。どうぞどうぞ。どうぞ。あ、すごい綺麗。この感じ、すごい。でもなんか、ね、綺麗。なんかさ、やっぱりさ、女性としての奥行きがこう出たようなさ、いや、すごい綺麗。いつもとちょっと雰囲気が全然違いますね。うんうん、そうですよ ね。今回も10分で大変身。髪もメイクも素敵。30代の大人の色気が出てますよ。まずは髪のアレンジの特徴は？どっちかっていうと彼女あの丸顔なので、うん、それをアップしてもあまりこう丸く見えないように、うん、遅れ毛を生かすのと、うん、サイドのボリューム、ね、とちょっとのトップの高さを出して。リサさん、あの使っていた、これは、はい、これは何ですか？これですね、クグリンっていう商品なんですけど、これ私が考案した商品で、そうですか。これ使ってるんで、ピンがもう最小限に抑えられて。これ入ってるの？いや、入ってないんですよ。なるほど。綺麗に仕上げるためのものってことなの？そうです、そうです。あら、まあ、そうなんだね。メイクに関しては、まあ、お肌の質感をちょっとマシュマロのような、うん、要はパウダーメイクっていうんだけれども、お粉をね、つかまりきれないお粉を少し残しておくことで、お肌がね、ふんわり女性らしい質感に見えるの。メイクアップフォーエバーの HD、 これもね、もうハイビジョン対応でめっちゃいいよ。これもうね、毛穴とかもこれスススって埋めるともうスルスルスルって、
みたいな感じ、ほらこうやってもう、そう普通に開けただけでも空中に舞うぐらい微粒子なの、これぐらい軽いのよ。なのでちょっとこうふっくらなんか触りたくなるような、そうして眉毛のこの本体のところね、赤茶の要は濃いめの毛質に染めて少し目元の奥行きを出し、それに合わせてもともとご自身で引いていたアイラインが黒だったんだけど、まあ甘い黒つまりグレーだったわけ、これを漆黒に塗り替えてあげた、のせ替えてあげたということ、あとはリップのトーンをなんとなくこの雰囲気に仲の良さそうな小豆色、中からふんわりなんか時間かかってめんどくさい美人みたいな感じでしたこういう感じでね、はい、また一人福岡にピカ嬢が増えました。今日のピカアイテムはモロッカンオイルカールディファイニングクリーム。髪に潤いを与えながら手早くパーマやウェーブヘアにくっきりとした弾力のあるカールを表現するトリートメント効果の高いヘアクリームです。番組にメールをいただいております。教えて宮部先生のコーナーに質問です、絶対に日に焼けたくないので SPF の高い日焼け止めを重ね塗りしています。この方法は正しいですか？教えて宮部先生。日焼け止めを重ね塗りする、この方法は正しいです。ただその場で何度も何度も塗り直すのではなくて、例えば汗をかいたなと思った時にもう一度塗る、ちょっと時間が経ったなと思えばさらに塗り直す、こういったことが紫外線を予防するのには非常に大事になってきます。 SPF ですが、 SPF は高いもの、例えば50とか100もありますけども、こういったものは日本人の肌には少し刺激が強い場合もありますので、 SPF などは35ぐらいのものを使うのがいいのかもしれません。さらに紫外線は日焼け止めだけでは防止できませんので、絶対に日焼けをしたくないという場合はさらに帽子をかぶる、長袖を着る、こういったことも大事になってくると思います。紫外線自体は常にありますので、毎日日焼け止めを塗ることも大事になってきます。このことにより皮膚がんの発生も抑えられると言われています。今日のピカゲン、サマーだよ、ピカダンピカジョもファイト一発。誰にも聞けないお悩みに答えてくれたのは男たちの美容外科宮部隆史院長。番組では宮部先生に解決してほしい質問を募集しています。さあ今回も盛りだくさんでしたが、どうでしたか？ヤフオクドームではね、あのビールの売り子さん、かったです。男の子と女の子もいたしね、選手のインタビューあったからね、はい、松田選手と吉村選手のインタビュー、私もさ、そこ行きって、そこ一番始まって以来のメインイベントだったから、お尻触っちゃいましたもん私、ほらお尻触ってるんですよ、触っちゃった、どういうこと？もう外すんだよね私ピカ団ピカ女候補は10人、今週のナンバーワンはやっぱりそのスタジアムで多くの人にジョイを提供してるっていうこの天使のようなみゆきちさん、彼女にみゆきちさんにしない、はい、じゃあというわけで今週のピカジョはみゆきちちゃんに決定です。ありがとうございます。去年は2位に終わってるから、これねまた2010今年はなんとかね1位の座をね奪回してほしいですよね。ではでは来週もお楽しみに、はい、ピカダンピカジョ。